です。アンズいらっしゃい。はい、ベンキマン、カピゴン、マーヤン、ヒデちゃん、ユーちゃん、ヘノトリ、カールソン、ウミさん、白い巨人、イエル、バルザーク、おはようございます。どうもです。年寄りは早起き。6時半だろ。ちょっとよ、俺7時半だったらよ、留守番なお前らな。5分ぐらい。あんたたち行くわよ。いいわね。ケビ。雨でやだな、今日な。頑張ってますね、配信を。やることねえからよ。風呂入ってね。ああ、入った入った、今日。顔のよ、バブのよ、メディキュットっていうこういうよ。俺が今日使ったのは紫色のやつ。なんかラベンダーみたいな匂いがするやつ。うん。もうコンビニも行ってきたよ。うん。一回な。もう一回行かなきゃなんで、ちょっと忘れ物しちゃったから。いやいや、ふかしも何もねえから。うん。ほら、お肌ツルツルですよ。そうだよ、おめえ。肌綺麗。そう、俺か、ボコボコしてないから。うん。クレーターみてえなのになってねえから。うん。そうそう。炭酸のよ、湯船使ったらよ、寒くねえの、全然。むしろ長袖今着たら暑いわ。うん。効くのかね、高濃度炭酸のこのバブのよ、あれよ。やっぱ温まるんだな、あれな。ポッカポカしてんもん、体。あたいさんおはよう。ケンゾーさんもおはよう。ユイガが犯罪予告したの知ってる？知らないでね。なんで？全然。俺だって、ハラちゃんの放送見てねえもん。よし、これ食おう。俺よ、おめえらにいつもさ、俺甘いもんよ、好きじゃねえんだよとか言ってたけど、実はこそこそこれだけは食ってんだよね。あれ？メッカチになっちゃったかな？どっから開け口だかわかんねえ、これ。おい。開け口がわかんねえよ、これ。どこだよこれ。あった。うん。老眼鏡、老眼鏡どこ行ったの。あ、ここにあったよ。そうそう、老眼なんだよ。いや、サングラス取っても違うんだよ。このサングラスって3分の2から下が、3分の1から下が、色入ってねえんだよ。うん。トラック野郎になって、秋葉原か新宿の歩行店行くんだってさ。何それ、もしかしたら変な、昔のトレースをやっちゃうってこと？ね。
よくないね。いや、わかる、ゆうさん。物騒な話だね。冗談の話ですよ。ああ、でも、あんまりそう言わねえ方がいいよ。上見さん、おはよう。ベンキマンよ、冗談の話だけど、それはでも、ねえ、通報するやつがいたら、何がしかの、あれはあんじゃねえの。うん。佐野さんの二の舞だな。何が？あれはだってさ、手前よ。あれは相手が俺を訴えたからパクられただけの話で。うん。朝からいい音？うん。明日も雨なのかな？週末。ビールが飲みたい。ああ、俺はさっき買ってきたけどね、淡麗を2本。あとは、クリスピーチキン。ハマったよ、俺。ファミマの。うめえな、あれな。野菜取らないと。あ、あとね、シャキシャキ入れて、レタスサンド。買ってきた。うん。ゆうさんおはよう。血行良くなっちゃったからね。酔いが今日は早いかな。占領役者おはよう。焼き鳥を、焼き鳥も買うときあるよ、俺。うん。だから、俺、前言ったよ。ファミマの焼き鳥で、鶏肉、ニンニクのやつがないんだよ。あれが一番好きだったけどね。内臓平気だよ。うん。お母さん食堂は今日買ってきてない。ハバレノとノーマルの方だろ？クリスピー。どっちもいいね。俺、だって、どっちもあったら一個ずつ買ってくるの、いつも。うん。ファミマ、美味しいですね。店内の包装はストレスですが。あ、俺の行くファミマは音楽かかってないよ。花粉？あ、俺この間よ、ポポちゃんによ、もらったんだよ、これ。アレルビっていうやつ。これ今日飲んどこうか、後で。でも今日は飲まなくてもいいんだよ。雨降ってっから。風呂上がりだからなんかちょっと鼻がぐずぐずしてるだけで。桃ニンニクない。そうそう、それだよ、それ。俺が一番好きなのがそれだったんだよ。うん。ねえんだよ、ファミマ。ちんちんお疲れさん。でもよ、さすがによ、なんかよ、朝のよ、
4時半ぐらいによ、あのドライヤーガーってかけるのもよ、気が引けるな、うん、夫うるせえから。薬を酒で飲めるタイプですか？全然平気だよ、これ。うん、いや、手間ないんだよ。うん。これね、多分ね、他のファミマ行ってる人も、あれだと思うけど、売ってる店と売ってねえ店があるね。うん。ドライヤー普通に決まってんじゃねえかよ。うん。いや、俺のドライヤーはね、G からかっぱらったね、あの、1500ワットのやつだからすげえうるせえんだよ。イオンが出てくるやつ。イオンが出てくるやつ。たまにチンゲも乾かしちゃうんだよ、それで。イエーっつって。ああ。ショタロさん、おはよう。おっと、サブロちゃん、いつもありがとう。おはようせん。です。てててててチンゲの方がふさふさだろってこと？いや、そんなことねえよ。でもよ、ちょっと自慢なんだけど、俺まだチンゲに白髪が2本しか生えてねえから。ああ、まだ2本だぜ。こないだよ、自分のチンゲをよ、こうやって猿の飲み取りみたいにこうやってよ、くまなく調べたんで。2本だけだった。抜かないだろ。だ、抜いたら増えるって言うだろうがよ、白髪がよ。抜かねえよ。飼い殺しにしてやるんだよ。俺は生えてます。うるせえよ、この野郎。うるせえよ、小田原、この野郎。あのさ、ちょっと待って。見せる相手がいないんだからいいの。もう自分が楽しんでるだけだから。うん、次3本目いつ生えてくるかなぐらいだよ。うん。もうそんぐらいしかよ、もう、あの、楽しむことはねえんだからよ。うん。な、年食ってくっとよ。うん。食ったらね、楽しみだけどよ。使い道なしだよ、だから。だから染めなくていいんだって。でもよ、あれだよな、俺もインターネットとかこうやってガチャ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 っていろんなの調べたりするの好きじゃん。やっぱよ、飯は食わねえ方が健康なんだっていう結論に達したよ、俺は。ああ、小食で、しかもその小食なんだけど早食いは絶対ダメなんだ。あの、要するに、少ない食事を、一日にとる食事を、ゆーっくり食うのがいいんだって。うん。そうそう。だから俺一日一食だもんだから。うん。飲むのもダメだろ、酒を。まあ確かにな。でも、じゃあ、へっぽいよ。じゃあよ、酒飲んで飯3食食ってたらもっとダメなんだよ。だから俺酒こんだけ飲んでも飯食わねえから、なんとか持ってんだよ。うん。そうだろ？いや、鶴太郎はあれはもう完全なる断食系だから。うん。ヨガ仙人みたいになっちゃってんじゃん。ああ。そうでしょ？うん。いや、体質じゃねえと思う。うん。カスうどん、おはよう。鶴太郎？いや、でも健康そうだぜ。うん。そうそうそう、ザザさん、その通り。あのね、ゆっくり食うってことは、
噛まないとゆっくり食えないんだよ。飲んじゃうから。だから俺歯はねえけど、歯茎でゆっくり噛んでるよ。すりつぶしてるよ、俺は。うん。俺はね、ヤギみたいに顎がよ、左右に動くんだよ、俺の場合は。縦でやんねえんだよ、歯がねえから。すりつぶしだから。いいだろ。ヨガを8時間やるとか異常やろ。いや、いいんじゃねえの。あ、ラクダもな。横動きな。うん。シャム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 。草食動物って意外と横動きが多いよな。あの、すりつぶし系はな。違うよ。お前、ヒデ話聞いてねえんじゃ、お前のコメントもう読まなくするぞ、お前。何聞いてんだよ。咀嚼の話してんじゃねえか。カニじゃねえから。ああ。ケッチー、いらっしゃい。シロパン、おはよう。横つながりでカニって言っただけだろ。そういうの乗らねえからな、俺。神楽おはよう。大塚さん。ああ、タツボイね。おう、なんだよ。大塚タツキなんてそんな、あの、カチッてした名前になっていくからよ。わかんなかった。大塚さんとか言っちゃったよ、お前。チェルシー。ママの味、おはよう。チェルシーじゃなかったっけ？ミルキーだったっけ？どっちだったっけ？チェルシーだよな。ママの味は。違ったかな？どっちもな、あれ、ちょっと似てねえ。ミルキーはママの味だっけ？チェルシー、もう一つだ、もう一つだ。チェルシーはもう一つだ。うん。うん。あ。あなたにもチェルシーあげたい。飴玉なんて俺なんか、もう一年ぐらい舐めてねえんじゃねえかな。何舐めたかな、最後に舐めた飴。飴玉。なんか舐めたかな。俺でもあれガキの頃さ、コウメちゃんが好きだったんだよ。飴玉。で、あれよ。中に一個だけを大玉が入ってんだよな。知ってる？コウメちゃん。俺はね、コウメちゃんが好きだった。うん。あれ、パイン飴はな、関西じゃ有名だからよ。うん。大玉な。うん。一個入ってんだ、あれ。金梅誕生日で花火380発。おお、すげえじゃん。いいね、景気いいね。金梅もすごいけど、その、投げるリスナーも景気がいいな。あ？すごいよね。中に梅エキスみたいの入ってるやつ。コウメちゃんって、あ、変なの読んだぞ。こいつはもう読まねえって決めてたんだ。どうでもいいや、こいつは。とぼけておはようございますのでさっきコメント言ってたけどスルーしてやったよ。バカが。こいつはいらねえやつだからもう。いや俺数数えてねえもん。うん。俺でもそんな380発なんて飛んだことねえで。うん。マジで。
まあやん、ふわっちはもうアプリ消したわ。あ、俺もアプリ消したよ。だって持ってたって俺ログインできねえんだもん。うん、垂れちゃいらっしゃい。俺の場合はよ。380発だったら一発500円計算でかけてみな。うん。だから400発だと計算して、死後に20万ぐらいだよ。うん。だから18万ぐらいにはなってんじゃねえの。うん。そんなもんだよ。俺一番はあれじゃねえの、やっぱり FC2 でやってた頃が一番じゃねえ。なんか1時間ぐらいで、1時間ちょっとで20万ぐらい投げてもらったの。ああ。いや、てまあ、FC も7割だぜ、取り分。ああ。そら豆、いつもありがとう。おはよう。番になったら、俺の場合は IP 番だから、もう、持ってるスマホ2台と、持ってるパソコン、全部、どれも入れねえ。うん。ふわっちはね、5割行くか行かないかぐらい。うん。で、キャスがね、キャスもね、よくよく考えると、5割強ぐらいだよ。6割いくかいかねえかじゃねえの。なんだかんだで。なんか換金するときに変な手数料取られたりするからよ。うん。あとはほら、なんだっけ ?TikTok とか17とかの還元率は俺知らねえけどな。やったことねえからよ。あそこはだってなんかお子ちゃましかいねえんだろう。俺みたいなジジイが言ったらよ、なんだこのクソジジイっつってフルボッコになってよ、終わるからよ。うん。キャスか FC2 アダルトぐらいがちょうどいいんだよ。でも FC2 アダルトの時はなんかな、すげえ飛んだな。ボッコンボッコン。ああ。FC2 の時は、それでも俺が一番だって FC2 で、1ヶ月に、このくれくれ言わない俺でさえだよ。入ってきたのが150万ぐらいだよ。うん。ケチャおはよう。いや、これ第3な、すごいって言うだろ。今のふわっちのトップランカーたちはだいたい300から400弱ぐらいまではいってるからな。マジで。うん。すごいぞ。ああ、マジで。1ヶ月で、そうだよ。んなもんは。金杯でだいたい400切るぐらいじゃない ?400 いかねえか。予算で一番マックスの時で600ぐらいいってるはずだから、月に。うん。そうよ。俺嘘で言ってるわけじゃねえからな。これポッと見ればわかんだよ、うん。あーって言ってんなって。すごいだろ。うん。
この間一人で3桁投げてたよ。100万円プレイヤーがいた、あの、リスナーがいたってことか。ああ、いるよ、そんなの。手前よ。ああ。いるいる。一人でね、一撃で100万円レベル投げんの。うん。まあでも100万投げてもふわっちだと50万持ってかれるから、本人に入んな50万だけどな。うん。いや、どうなんかな、投げてる人が。どういう思いで投げてるのかわかんないけど。基本俺は見返りなんか言われたことは一度もないよ。うん。俺はね。言われたって俺答えれねえもんね。ああ。飲み屋に来る常連感覚どうなのかな、わかんねえけど、うん、引きこもりでも稼げる時代が来ました。いやいや、それはよ、俺みてえによ卓雑だけやってりゃ稼げるかどうかわかんねえよ。だから彼らはさ、コラボしたりさ、外配信やったりっていろんなことやらなきゃなんねんじゃねえの。俺はそういうこと一切マサさんやんねえじゃん。彼らはだから変なやらせ企画みてえのやるわけじゃんかよ。そうそう、俺はそういうのないからさ。さっき、いやー、俺借金して投げてるやつはいねえと思うよ。ああ。いや、まあ、ペラは大事っつうか。いや、だから、あれじゃねえの、俺の放送がいい人、いいって思う人は俺の放送見に来てくれるしさ。うん。よそのやつのがいいなって思えば、そこ行きゃいいし。うん。俺はみんな好きなとこ行きゃいいと思ってるよ。キャスだけじゃなく他の、いや、俺ね、意外とあっちもこっちも同時には利用しないんだよ。どっかがバンになったら、どっか行くだけ。配信者で高級車乗ってるやついないね。だからそういうさ、ことを考えてるやつはいないんだよ。うん。だからよ、ミス、便器はそこなんだよ。金持っちゃうと飛ばなくなるっていうのは奴らちゃんと分かってんの。だから小汚い格好で安い T シャツ着てな、配信やってんだよ。わかる？ないフリーなんだよ。だからコツコツ貯金だけはあるんだよ。まあ俺は昔からの癖が、まあでもこれでも俺安物買うようになった方だぜ。うん。うん。もっともっと節約しないとダメだけどね。ポコチャって、なんか聞いたことはあるけど俺知らねえ。うん。なんだっけな。ポカリ取ってくるわ。うん。ポコチャ、なんだそれ。なんか聞いたこと、あれか。ハラちゃんがなんか、ちょっとやろうとしたとかなんとかっていうとこか。じゃなかったかな。記憶違いかな。